緑の島は、北海道函館市にある人工島。函館港の港湾緑地であり、港湾管理者である函館市が管理している。函館港のモズ、港町白地春節工事によって生じた土砂を利用し、港内を五岸で囲って確保した処分場工事によって誕生した埋め立て地であり、埋め立て土量は約70万立方メートルになる。新島城にちなんた新島橋で、 陸地とつながっており、陸地側には、新島城海外渡航記念碑が混流している。大町地区にあり、散策や遠足、釣りなどの他スポーツやイベントの会場としても利用している。なお、函館港花火大会や、同心花火大会開催時、天候状況などによって入場を規制、または禁止する場合がある。緑の島の活用については、水族館や、 第三セクターによるウォーターフロント開発の中核施設建設などの計画が持ち上がり、1997年には函館市と国土が函館アクアコミュニティ構想における基本協定を締結したが、大観覧車建設による景観問題や収支計画における再三面に市議会や市民から厳しい見方が強まり、2001年に建設を断念した。 その後も函館市は規模を縮小しての水族館やコンベンション施設建設を検討していたが2007年に事業断念を表明した年表注釈出展。ありがとうございます。